皆さんこんにちは。今回は貴景勝関の引退できない理由や世代交代について詳しくお話ししていきます。貴景勝関は現在大関の地位にありますが、ここ最近は休場が続いています。その理由について掘り下げていきたいと思います。まず貴景勝関が引退できない理由についてです。貴景勝関の師匠である常盤山親方にとって、貴景勝関は貴乃花に押し付けられたもらい弟子なのだそうです。常盤山親方の本当の後継者は自身が見出し育てた貴乃将なのだとか。さらに問題なのは、貴景勝関が貴乃花の弟子だったことだそうです。本人の責任ではないし、師弟のつながりも切れているとはいえ、協会内では未だにあの貴乃花の弟子に株を譲るなんてと拒否反応を示す親方は少なくないそうなのです。貴景勝関は大関特権で、引退後3年間は貴景勝親方として活動できるそうですが、果たしてその間に株を取得できるのか疑問だそうです。そのため今は一日でも長く土俵を務め、チャンスをうかがうしかないのだとか。つまりまともに相撲が取れないにもかかわらず、やめるにやめられないのが現状のようです。次に世代交代についてお話ししますね。横綱審議委員会の山内正幸委員長は、夏場所を国技館で視察した際に次のように語っています。これまでは世代交代が静かに進んでいると思っていたが、実際にはかなりドラスチックに進行している。4つ相撲の朝の山と押し相撲の貴景勝という2人の代表力士が1年ぐらい沈滞している間に、すごい勢いで新人が出てきましたから、全体的に新しい力というものが明らかに台頭してきている。横新トップが横綱候補と目していた大関貴景勝と元大関の小結び朝乃山は、夏場所を含めてこの1年で休場を繰り返しているそうです。その間に大の里ら若手の台頭を目の当たりにしたことで、貴景勝や朝乃山よりもっと若い層から時代の横綱になるような人たちが出てくるのではないかと予見しているそうなのです。ここからは貴景勝関のお母様についてお話ししますね。貴景勝関の母の名前は佐藤純子さんと言います。貴景勝関が2018年11月場所で幕内初優勝した時に、母と父の和也さんが映っていましたが、この時母の年齢は51歳でした。まさに美魔女という感じですよね。2018年で51歳ということは1967年頃の生まれになるので、2024年現在貴景勝関の母の年齢は57歳くらいだそうです。母はこんな美貌ぶりなので当然ネット上で話題になりました。女優かモデルみたい、さすが芦屋の奥様などなど。貴景勝関の初優勝の直後、父がテレビ中継で安藤優子キャスターから、あまりにもお母様がお美しい方でびっくりしちゃったんですと言われた時のこと。父はよく言われますけどねと言っていたそうなので、やはりインタビューでは謙遜していたようです。いずれにせよ、美人の母から貴景勝関が生まれたというのは世間に衝撃を与えたのでしょうね。貴景勝関の結婚後は優勝した時の記念写真は奥さんが一緒になりました。そのため最近の貴景勝関の母の姿は見られていませんが、残念に思っている人は多そうですよね。ところで貴景勝母と検索すると、貴景勝母東大と出るので、貴景勝関の母は東大卒の経歴を持っているのかと驚く人もいるかもしれません。しかし母は東大ではない別の大学を出ているそうです。ではなぜ貴景勝母東大と出てくるのかというと、母が貴景勝関を東大に行かせたかったからだそうですよ。貴景勝関は兵庫県西宮市にある仁川学院小学校に通っていました。そこは超進学校で医者の子供が多く通う私立の名門校だったのです。両親は教育熱心で、息子を灘中灘高東大に行かそうと思っていたそうなのです。特に母の純子さんは勉強重視で、貴景勝関が生まれる前から幼児教育プログラムを準備していたといいます。強い子に育ってほしいと総額で70万円くらいの教材を買って胎教もやったのだとか。貴景勝関は幼稚園の時に7つの塾を掛け持ちして
インチョン学院小学校に合格したそうです。小さな時から勉強漬けとは大変だったでしょうが、母の期待に応えて貴景勝関はしっかり勉強したのですね。小学1から2年生の時にも6つのスポーツクラブと3つの学習塾に通っています。それなのになぜ貴景勝関は東大ではなく相撲の世界へ入ることになったのでしょうか。それは父が貴景勝関の身体能力と闘争心を見て、いい大学に入れるだけではもったいないと思い、貴景勝関が興味を持った相撲に熱を入れるようになったからだそうです。母の方は相撲よりも勉強で頑張ってほしかったようですけどね。貴景勝関は小学校の後、相撲の強豪校の報徳学園中学校と埼玉栄高校に進学しました。母は貴景勝関の体作りのために毎日肉を1キロ買って料理し、食費はガッツ30万円にもなったそうですよ。毎日肉を1キロにも驚きますけど、食費がガッツ30万円はすごいですよね。やはり芦屋のお金持ちは違います。ところで貴景勝関の母の純子さんがあまりにも綺麗なため、若い頃はホステスかモデルでもやっていたのではと思う人もいるそうですね。しかし母の言葉によれば、私は何も特技がないから普通に大学行って働いただそうです。若い頃はもっと地味だったかな。少しふっくらしてショートカットだったので年上に見られていましたと言っているので、言い換えれば貴景勝関の母は大人っぽい女性だったのでしょう。母は大学を卒業後どんな仕事をしていたかは不明ですが、ホステスやモデルをしていた経歴はなさそうですね。そして現在貴景勝関の母は専業主婦だそうです。ここまで貴景勝関についていろいろとお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。貴景勝関はまともに相撲が取れない状態ですが、引退するにも引退できない事情があるようですね。その裏には親方株問題があったりと複雑な事情があるようです。でもファンとしては一日でも早く万全の状態で土俵に戻ってきてほしいですよね。また世代交代の波が押し寄せている中で、貴景勝関がどのように立ち向かっていくのかにも注目したいところです。若手力士の台頭で貴景勝関や朝の山といった力士が没落していくのかどうか、今後の動向から目が離せません。これからも貴景勝関の活躍に期待しつつ、世代交代の行方を見守っていきたいと思います。今回は貴景勝関の引退できない理由や世代交代について詳しくお話ししてきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。